長瀬正樹から1835年6月23日は、江戸時代の国学者、文献学者である、日後国熊本藩の武士、通称は、七郎平。後派伝道、総末園。幼少の頃、江戸時代中期の儒者である、草の剪敬に学ぶ。父である、長瀬正恒からは夕食を教わり、下町郡森山八万宮の官主、森山河内より、 立花野神道を学んだ。また、反抗自習館教授であり、肥後国学の独自の基礎を築いた高本紫、倉からは国学を学び、保足長州の書籍を通じて、元折の利長を知る。京都では、浦上局道に、こと、長野清涼に、夕食、伊勢貞春に、武家古実を学ぶ。やがて高本紫倉に進められ、 伊勢に行き元織ノリナの門人となり直接教えを受けた。伊勢と非合を往復すること4回、皇帝となった。また、元織ノリナの古事記伝の成果に基づき、利長と共同で古事記本文及び読みの底本である、帝政古君古事記を編集した。江戸にも行き花は保木市の軍書類従編纂に関わり、鴨の間淵門下の双壁である。 加藤千景、村田春海らとも交友した。万葉集をよく研究し、集歌を選び、万葉集予兆、万葉集予兆周囲などを編した。肥後辞席交渉、太郎集など編著書は36冊に上る。文化、文世紀の九州三大国学者の一人。国学とは古語を解明して、古字を究明し、 上代の神ながらの道を明らかにする学問であるというのが持論である。文下生は多く、中島広谷、林桜園、話題は尾あしらがいる。大正五年に聖五位が送られた。墓は、熊本市西区、本名寺山中の花園墓地の後本紫倉の墓のそばにある。ありがとうございます。